こんにちは、アドブローです。今日もですね、ラケット選びの話をしていきたいと思います。はい、まあちょっとね、本題に入る前に軽く小話だけさせていただきたいんですけれども、ちょっとね、くしゃみで腰がいきそうになりまして、今非常にテンションが下がっております。はい。というのもですね、2022年ぐらいにですね、ちょっと年始に腰を痛めてしまってですね、それ以来ですね、ちょっとコンスタントに痛みが出るっていうのをやらかしてきているんですけれども、はい。まあ去年もですね、夏頃に一回めちゃめちゃひどく痛めて、まあ別に何か重いものを持ったりとかじゃなくて、急にね痛みが出てきて、もう全然動けないよみたいになる感じのタイプなんですよ。はい、グキってなるわけじゃなくて、ずるって言ってそれからもうね動けないみたいな感じになっちゃった時もあったんですけれども、まあさすがにね、そうなったらまあかなり気にするようになってきますんで、はい、ありがたいことにここ数ヶ月ぐらいはですね、だいぶ落ち着いておとなしく過ごしていたというか、落ち着いていたんですけれどもね、はい、急に不意にくしゃみしたらちょっとね痛めてしまいましたね、というところで、ちょっと副業みたいな感じでやってる時に乗る車がですね、その業務で乗る車がハイエースなんですけど、多分ねあれがねポジションが合わないっぽくてですね、その仕事をやってる頻度を上げるとどうしてもなんか腰がバグっていくっていう傾向があるんでね、はい、まあ座り仕事だったりとかね、運転する時間の長い仕事をされている方は腰も気をつけてくださいという、はい、そんな、はい、スタートでございます。ということで、ようやく本題の方に入っていきたいと思います。今回も匿名のご質問答えていきたいと思います。ラケット選びについて質問です。私は軟式から転向組で、年齢は20代後半、公式歴は3ヶ月程度、週に 1,2 回プレイヤーです。はい、軟式時代は大学まで部活でガツガツやっておりました。軟式経験があるためスイングスピードは速め、筋力もあります。バックハンドは苦手です。ボレーはそこそこできます。おすすめのラケットを教えていただけないでしょうか、ということですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。まあ軟式から転向して、まあ公式歴は3ヶ月、まあ週 1,2 回ぐらい、まあコンスタントにはプレーされてるみたいですね、と。まあ軟式経験者なんでスイングスピード速いし筋力もありますと。でただバックは苦手で、まあボレーはそこそこできます、ということですね。はい、まあ過去に何度かありましたけれどもね、軟式経験者の方のラケット選びという感じに、軟式経験者、まあそうですね、というテーマで、まあ今回もねちょっと考えていきたいなと思うんですけれども、まあ、こういった感じの質問をいただいて、まあ、最初どんな風に思ったのかという個人的な見解なんですが、まあ、軟式を経験していて、そこから公式にスイッチをするという場合ですね、まあ、単純にそのテニス未経験者の人に向けたラケット選びと同じではないよなとは、まあ、やっぱり思いますね。はい、まあ、ある程度流用が効く部分もあると思いますし、軟式で培ったものを生かすためにはそれなりのラケット選びというか、そのためのラケット選びっていうのも必要になってくるのかなとは思いますね。なのでそのいわゆるよく飛ぶ、軽いしよく飛ぶビギナー向けってされるようなラケットをおすすめするっていうのは、まあやっぱちょっとその軟式の経験っていうのをまあなかなか活かしにくかったりはするのかなっていうふうに思います。まあ軟式のそのね、得意だったポジションっていうんですか、前衛か後衛かとかっていうところでも、まあそれは多少違ってくる部分もあるのかもしれないんですが、まあ正直あまり軟式詳しくないので何とも言えないんですけれどもね。はい。ただこういった話をした時に、まあ軟式の人、スイングスピードは速いんで、じゃあ、飛ばないラケットでいいじゃないっていう話が出たりすることもね、あったりするんですけれども、ただ僕は何とも言えない部分もそれはあるなと思っていて、まあやっぱり公式へのアジャスト、いずれはね、完全に公式プレイヤーとして、独り立ちをするというか一人前になるっていうのは必要だと思うので、はい、でまあ自分の経験も踏まえてですが、特に回転をかける、スピンをかけてボールを安定させるっていうところの技術を高めていくっていうのを考えると、あんまりにも飛ばない道具を選ぶっていうのは結構マイナスになることもあると思ってます。はい。で、まあそうですね、
まあ、実際にはその飛ぶラケット、飛ぶ道具っていうのを使って、まあ、スピンをかけて収めるっていうのができれば一番効率的だし、まあ、一番理想系に近いんじゃないかなとは思うものの、一方で、まあ、20年以上やってても僕も実際できないですし、それは。で、まあ、あとはその、いや、その方がいいんだというふうに分かっていても、ある程度その、目先の打ちやすさとか、まあ、そういったものもないとですね、まあ、テニス自体が嫌いになっちゃったら元も子もないと思うので、まあ、別に、プロになるわけではない、プロになるわけじゃないと思うので、はい。そういった意味では、まあ、楽しくやれて、なおかつ、まあ、技術的な、まあ、成長も見込めるよねっていう、まあ、いい塩梅の飛び具合の、ラケットを考えていくっていうのが、ポイントになるのかなというふうに思います。はい。で、じゃあ、塩梅の飛びのラケット、どんなもんがあるんやいという話になってくるんですけれども、一応、2パターン考えました。まあ、似たような表現なんですけど、まずは、まあ、普通に押さえはね、ある程度効きやすいんだけれども、まあ、その、なんていうんですか、勝手に飛ぶようなタイプのラケットじゃないんだけれども、まあ、そういったカテゴリーの中では、ある程度ちゃんと飛ぶっていうタイプ。飛びにくい方だけど、でも、まあ、きつくはないよねっていうような、レベルですね。で、もう一つは、まあ、十分飛ぶけど、まあ、制御はしやすいよねっていうタイプですね。まあ、結局、着地点としては似たような感じにはなるんですけれども、はい。この2パターンでちょっと今回は紹介をしていきたいなと思います。で、ここからは具体的な製品名、触れていきたいなと思います。まずは、まあ、押さえはね、効いてるんだけれども、ある程度ちゃんと飛ぶよねっていう類のラケットを紹介していきたいなと思います。まずはウィルソンのブレードの 98S ですね。はい。まあ、ブレードシリーズ、フレームが薄くて、まあ、そんな、こう、簡単にね、飛ぶというか、勝手に飛ぶっていう感じはそんなに強くはないんですけれども、うん、薄い割にはちゃんと飛んでくれますし、あとは、ブンブン振り回して使えるタイプのラケットだと思います。振り抜きもいいですし、まあ、軟式で培ったスイングの速さっていうのを活かしたテニスはね、できるんじゃないかなと思いますね。はい。で、98S の方はですね、295g という重量になってまして、まあちょっと軽めですね。はい。で、まあ軟式のラケットの方が当然軽いとは思うので、まあ公式でどのくらいの重さにするのかっていうところはやっぱりキーポイントになってくるのかなとは思うんですが、まあ295とかであれば、うん、比較的扱いやすい。なおかつパワーも出るっていうところでいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ストリングの本数が18本 ×16 本なので、ちょっと変則的なパターンなんですが、まあ、あんまり細かいことは気にせず、まあ、そのスイングでパワーを引き出して打ち込んでいくっていうのがしやすいラケットかなと思います。で、次はですね、ヨネックスのイーゾン98とピコア98ですね。まあ、これは2本まとめて紹介するんですけれども、一応 98L とか、98L っていう軽い方もあるんで、まあそちらも含めての話になるんですけれども、まあ、ヨネックスのラケットってなんとなく軟式から移行しやすいイメージっていうのは正直ありますね。まあ軟式のラケットも作ってるんでっていうところが影響してるのかなと思うんですが、まあ、あとはそれ以外に言うとアイソメトリックっていう形になってますんで、スイートエリアの位置がよりこう先端よりトップ寄りになってるんで、まあ、特にその速いスイングで打つ人、うん、まあ、軟式上がりの人も多分そうだと思うんですけれどもね、実際自分の周りを見てもストロークが特にこう強い人、上手い人が、結構高い割合で使ってるような印象はあります。まあ、なので安定してね、そのストロークのパワーを出していきやすいっていうところはあるかなと思いますし、まあ、そうですね。まあ、十分抑えは効いてると思います、僕は。うん。これで飛びすぎるってなると、まあ、やっぱりそこは、うん。まあ、技術を磨くというふうに考えてもいいのかなと判断できる。まあ、今でこそ、まあね、そうやって冷静になるんですけど、当時はね、もっとちっちゃいの、もっと薄いのってなってた気はしますが、はい。このぐらいで十分だと思います。はい。で、あとはまあ、軟式の時にヨネックスをもし使っていらっしゃったのであれば、やっぱりヨネックス行くのが、まあ、なんとなく無難なんじゃないかなとは思います。はい。
で次はバーボーラーのピアストライクの98の 16×19 ですね。まあ、先の2本に比べると少しこう剛性感のあるフレームかなと思いますね。パワーロスは比較的抑えやすいというか、あんまりしならないラケットなんで、まあそれを使ってこう力を出せるんじゃないかなと思いますし、まあラケットをこう振っていって振り回して力を発揮するタイプの、ラケットかなと思います。ただ僕もこれ使ってましたけど、ボレーはねちょっとしにくいかなっていう気はしますが、まあボレーしなくてもいいように後ろで火力を出すっていうタイプのプレイヤーでも別にいいんじゃないかなと思うんで、はい。でその分そのストロークでの弾道のブレにくさとかありますんで、それが安心感につながるっていうところもあるんじゃないかなと思います。はい。で最後はですね、プリンスのファントム100ですね。まあ他の紹介してきた3本というか、まあ、4本というかと比べると100なのでちょっと面が大きくなってますし、形状的にもちょっと丸くなってます。はい。ただ、フレームはねかなり薄くなっておりますので、まあ飛びは同等か意外とこっちの方が控えめなんじゃないかなっていうぐらいのレベルだと思います。はい。でこちらはまあ面が丸いっていうこともあったりするんですけれども、比較的回転をかけてボールを安定させていくっていうタイプにはなると思います。ただもちろんフラットも打てるんで、うん、まあつまりこう回転を操る、そのフラットにしろその回転量が多いにしろ、回転量を調整してうまく飛びを変えたりするっていうようなプレーがしやすいんじゃないかなって思うんで、はい、入れてみましたというような感じですね。はい。で次はですね、十分飛ぶんだけど制御はしやすいよねっていう方のカテゴリーいきたいと思います。まずはバーボラーのピュアアエロ100ですね。はい。でピュアアエロっていうとまあ結構飛ぶラケットでしょって言われたりするんですけど、まあ現行はね正直僕はそんなに飛ばないと思ってますね。はい。というかむしろこうしっかり触れてしっかりボールに力を伝えられる人のためのラケットに今なってると思うんで、はい、軟式出身のその経験値を生かすという意味では非常にいいんじゃないかなと思います。でさっき紹介したその4本というか5本に比べると、まあさすがにねこっちの方が飛ぶんだろうなとは思うものの、うん、フルスイングしても十分コントロールできるラケットだと思いますし、まあ、これをぶん回せればねそれは球威が出ると思いますんで、はい、すごく大きなアドバンテージが得られるんじゃないかなと思います。あとは個人的にデザインが好き。はい。で次はスピード MP ですね。まあこれは比べると打球感柔らかくてこうボールが食いつく感じとか乗っかる感じとかっていうのが感じやすいですし、うん、あとは回転もねかけやすいんじゃないかなと思います。で弾けてこう飛ぶような、うん、弾けてじゃないなその弾いて飛ぶような感じっていうのは抑えられているんで、うん、まあこう自信を持って打っていきやすいんじゃないかなと思います。そのちょっと捕まえてる感覚っていうのが欲しい人にとってはすごくいいかなと思いますね。はい。で次はヨネックスのパーセプトの 100D ですね。はい。まあ、面は大きいんですけれどもストリングの本数が多くて、あとちょっと重めになってるっていう感じなんですけれども、まあまあパワーはあると思います。少しこう柔らかい打球感となおかつパワーロスしにくい設計になっていて、うん、まあ割とこう直線的に強いボール速いボールっていうのを打ち込んでいきやすいかなと思います。ただ、高い弾道で回転をかけて落とすとかっていうのはあんまり向いてないんですけれども、安定したその火力を出し続けるみたいなのはすごくしやすいと思いますし、強いスイングもしっかり受け止めてくれるんで、まあ、ね、ブンブン振り回してもね、そのショットが安定してくれる、うん、一定の、ショットになってくれるっていうのはすごくメリットなんじゃないかなと思うんで、まあこれもおすすめできるんじゃないかなと思います。うん、ヨネックス多すぎたかな、まあ、ちょっとあれなんですが、はい。で最後は、ダイアデムというブランドのノバ 100V3 というラケットですね。まあこれ最近インプレさせていただいたんですけれども、まあ、新型打ちましたけれどもね、まあ、とにかくブレないですね。はい。でブレないし、スペックで見るよりは飛ばないというか、
ラケットが勝手に飛ばすっていう感覚はないかなって思います。その代わりその自分が入力した分をロスなく球にぶつけるっていうところがすごく効率よくできるラケットなので、まあラケット全体から見ると飛ぶ方という表現もできるんですが、まあその前提としては自分で振る、自分で力を出すっていうのは必要かなっていうタイプのラケットですね。で、振動の収まりがいいんで、そのなんかスカスカな感じが嫌だとか、ビヨンビヨンする感じが嫌だとかっていう人はこれ選ぶといいんじゃないかなと。割とこのなんかムギュッとね、中身が詰まった感じがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあおすすめのラケットですね、紹介をさせていただきました。ただまあ正直いろいろお話をさせていただきましたけれども、これからどんどんね変わってくるんだろうなとは思ってます。はい、まあ4本紹介させていただきましたが、実際そのまあプレイを見たわけでもないっていうのもありますし、実際まあこういう場合はこれがいいよねと、これもいい可能性あるよねみたいな感じで、あれもこれもと、上げ出したキリがないんで、まあ今回はあくまでもある程度まあメジャーなところを中心に紹介したつもり、まあもちろんその、軟式からやってきたっていうのをある程度活かせるんじゃないかなっていうところも踏まえつつ、メジャーなところを、紹介させていただいたつもりです。で、当然もっと飛ぶやつもあれば、もっと飛ばない、もっと飛ばないやつもあるし、もっと飛ぶやつもあるんですけれども、まあ僕もおそらくもうスペックだけで言えば多分優に300種類以上は打ってるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあそれだけ打ってもまあ今日打ったやつである程度カバーできるしなとは思うんですよね。はい、大体この範囲で選んどけばそんなに大失敗はしないだろうなっていうところで紹介はさせていただいてるつもりです。はい、ただまあ先ほども言った通り、これからどんどん変わってくると思うんですね。まだテニス歴、公式テニス歴は3ヶ月かっていうことでしたので、まあ劇的に今後変わってくると思いますし、まあ実際そのまあ初期に買ったラケットがベストで、その後もずっと使い続けるっていう人の方がレアなんじゃないかなと僕は思ってます。はい、で技術も変わるし、感覚もどんどん変わってくるし、そうなると大会出たりとか、もっといろんなショットに挑戦したりとか、まあ、そういったのも出てきて、きっとラケットに対して求めるものももっとこういうのがいいとか、こういうタイプがいいとかっていうリクエスト、新しいものが出てくるんじゃないかなと思いますので、まあその時、我慢しきれないぐらいになったらまた再検討していくっていうような流れでいいんじゃないかなと思います。一発で大成功っていうのはやっぱりなかなか難しいかなと思うんですけれども、はい、今回の動画の内容がね、少しでも参考になればいいなと思います。ちなみに僕はね、通年で検討中、再検討みたいなのが続いているタイプなんで、全然偉そうなことは言えないんですけれども、まあ沼ってる人からして、まあここら辺選んどけばお外しはしないよなということでお話をさせていただきました。はい、ということで、まあ今回ですね、ちょっと、腰が行きかけていたので、ちょっとマイクをね、普段と違うポジションにしたりしているので、ちょっとねノイズが入っちゃったりしてるとは思うんですけれども、はい、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今後もこういった形でいただいたご質問にね、回答していきたいと思っております。以上です。それでは。